弁天島は北海道稚内市の宗谷湾にある無人島。宗谷岬の北西約1 2トル沖合に位置する島であり、宗谷村三内の集落からは北へ約1トル離れている。日本国の市政下における域内では最北端の地にあたる。東名は別在天が祀られていたことに由来する。島は玄武岩の貫入体であり、 ホタテ貝のような形をしている。周囲の岩礁や暗礁には海鳥が多く見られ、また周辺の海域は昆布やウニの産地である。島は都どの上陸地となっており、1980年代の調査では50頭内しは60頭の都どが確認されている。その後は頭数が減少し、多い時でも20頭ほどにとどまっていたが、2004年頃から増加し、 2006年の調査で120頭、2017年には2000頭のトドが上陸確認されて、同東と周辺海域で約6000頭が確認されている。僧やアイヌに伝わる民話にトドを主人公とするものがあり、話の中で三内の沖の島にいたトドはポノサマイクルに森を打たれている。島の南東には平島が存在する。 アイヌに伝わる民話では、弁天島がサマイクルの妻であって、平島は目掛けであるとするものや、二つの島を夫婦とするものがある。弁天島には、10センチ四方くらいの綺麗な模様のような地形があり、これは宝物を入れる箱であると伝えられている。また島には、縄の切れたような地形も見られ、これはサマイクルの妻がつまずいた時に箱を縛っていた縄が、 切れてしまったためと伝えられている。沿岸の山内地区は、か内市中心部から東へ6キロメートルほど、宗谷岬からは西へ1キロメートルほどの位置にあり、北海道公駅の最初期には、宗谷と呼ばれて、公駅の中心地となっていた。宗谷は、アイヌ語で、居場所、磯岩の騎士の意味と考えられている。古くは、 アイヌ語で蜂を意味する蘇谷に由来するという語言説も見られた。なお現在の蘇谷漁港付近は、もともとは、ベントマリと呼ばれていたが、公益地が、山内より移されて、以降は、こちらが、蘇谷と呼ばれるようになった。聖徳二年成立の和漢三歳図絵に掲載された絵像の図では、三な日の沖に島を描き、この島は多しりて彼を太め島に通すとしている。 天明八年の西江戸地分館では、シやナイと泊まり消しの間に、宗谷石として、島が描かれている。完成九年の江戸巡覧筆記では、山内の沖に宗谷石と雲岸島があるとの記述が見える。同十年の寺高島いたり斜里沿岸二十三図では、山内に宗谷石と呼ばれる、蜂の形の石があると記されている。文化五年の周北緑では、 海中世紀、京城女八、偉人良、e、八ため祖坂マリアや、吉行名校としている。この頃の成立と推定される、西江戸地名校には、三内の沖に、高石あり、ゼオ宗屋というとの記述が見える。同十三年の、まさ江戸地島図にも、宗屋石が記載されており、文政四年の大日本沿海予知前図では、潮屋として見える。 今井八十九郎による天保二年調査のエゾ東山一理数所入地図では、宗屋岩として描かれ、州巡るはおよそ四丁余りで、山内からおよそ十二丁余りの距離にあるとしている。降下三年の調査記録である松浦武四郎の著書、最高エゾ日誌にも、宗屋岩とあり、別称として弁天島を挙げている。同書では、 海岸から十二町の距離に位置する州指邸の島とあり、また弁天を祀る祠があって、アイヌが稲を捧げるとしている。また松浦らが、東府都市へ渡った際などには島へ、遠見が派遣されたといい、風の中心もここより来るや乗り出すとの記述も見える。そして、松浦が安政三年に行った調査の記録である、巡る浦日記では、草谷岩と雲大岩,岩があり、 その岩八蜂に似たるより合しなりとしている。調査の際に作成された手控えでは、山内について前に石湯としており、別の箇所では山内の北方に位置する島に本も知りと記している。永七年の村垣則政による江戸地巡視の際、同行した終わりや番頭、鋳蔵の日記である江戸記行では、 オンコロから一里十丁ばかり進んだところの沖に、宗谷岩があり、陸から五丁ほどの距離にあって、め巡る五十六丁であるとしている。安政五年の西江津地の内浜増家より斜里まで地名見下り数書では、山内の項に、海岸より十丁ほど沖に、宗谷市と猿石ありとの記述が見え、項盆二丁ほど回り四丁ほどなりとある。また、 宗谷より函館まで東ブリ定期においても、宗谷市について、十丁ほど沖にあり、高二条ほど、州巡る指定ほどとしている。佐藤正勝文書の、北見国宗谷軍より、斜利軍まで絵図及び、宗谷軍境谷座、ヤムワッカルより、門別軍境谷座トンナヨまでの図では、宗谷市として記載されている。年の、北海道絵図名会では、 宗谷について、山内の海中にある、大岩内市は、岩所の名であるとする。また、石の八木に,に、たるとする、五原説について、人多五留している。1892年生半の修正図では、宗谷道とある。1896年発行の、北海道地形図では、弁天島として記載されている。1898年観光の、 北海道植民状況法文北見国では、宗谷村の港において、海中岩礁有宗谷という、この岩礁ハ間弁天島と称すとしている。同年観光の日本水路市では、宗谷島について高さ38フィートの白い島で、あるとしている。1909年観光の大日本地名寺所属編では、宗谷と称する、岩所は今三の弁天島というもの。 これやとしている。1910年観光の北海道土人語案内では、宗谷村の語源について、宗谷派鉢なり、この地の石、鉢に似たるものありとしている。1928年の宗谷村西一般では、天然の避難校を形成する三内湾の湾頭に、一の島所があるとしている。1930年に発行された海図には、 弁天島として記載されている。1933年の昭和8年版宗谷村西洋欄にも、山内について、湾島に弁天島屈立して天然の避難港を形成すとの記述が見える。都どが、もともと生息していたが次第に増加傾向を見せ、2015年秋頃からは2000頭を超える都どが上陸するようになった。2017年5月には、 島と周辺で6000頭以上が確認されている。島の周囲はアタコなどの漁場であり、都度の駆除が行われているものの漁業への被害額は、年10億円に及ぶ。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの画像より抜粋。宗谷岬から見た、弁天島と平島。ありがとうございます。